シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。はい、ということでミニミニも第2回目となりました。いやー、喋るのって難しいもうね、あの1回目実は結構何回も撮り直しまして、あのなんか撮り直したっていうか、こうリハビリみたいな感じで何回もこうテスト録音して、最終的に録音しました。いやーね、なんかほんと何、久々っていうのもあるし、一人で喋っているっていうのもあるので、全くね、なんか何言ってんだろうってことが多くなってしまって、まあ困りましたわ本当皆さん、あのこんなおしゃべりにお付き合いいただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。いや最近はさ、あの SNS とかなんですか、こうあの生配信とかいろいろあるじゃないですか。 TikTok とかいろいろあるじゃないですかね。だからよ、もうほんとよくみんなおしゃべりできるなって感心して、私がどれだけ喋れないんだろうなっていうのに落胆しております。いや、欲が深いな。はい、ということで、まあ、ちょっとね、まだまだリハビリ中な私ですけれども、ぜひぜひ今回も最後までお付き合いいただきましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。それではシークレットベース K ステーションミニミニ第2回いってみよう。ある日見た夢の中で旅が遠いさきたんだ、この地元どんな絵と。この番組はターゲットの提供でお送りいたします。このコーナーでは皆さんからいただいたトークテーマでお話ししていきます。今回はシークレットネームいちご大福1号さんからいただきました。ありがとうございます。再会おめでとうございます。ありがとうございます。まずは産休中から今までの近況報告を。どんなテレビ見てましたか。今年注目のお笑い芸人はとのことです。ありがとうございます。まずは産休中から今までの近況報告といたしましては、元気な子供が生まれました。皆さんのおかげです。これからも温かい目でどうぞ見守っててください。よろしくお願いいたします。そう、産休中はですね、もう本当何もせず家でゴロ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 してテレビを見てご飯を食べてって感じでしたね。でもうその間からすごい好きだった番組が有吉の壁、もうほんと毎週水曜日の夜7時が楽しみで楽しみで仕方がありませんでした。なので今年注目のお笑い芸人さんは、もう有吉の壁に出ている芸人さん皆さん箱推しです。もうなんだろうな、有吉の壁にかける芸人さんの意気込みというか、もう魂の叫びがほんとすごくって、それに対しての有吉さんの采配とかコメントが、なんだろうな、たまにけなしたりしてるんだけど、そのけなしが愛があるコメントなので、もう見ていてもうなんかちょっと感動したりだったりとか、なんか笑いが止まらない、気持ちよく笑える素敵なお笑い番組だなと思って、毎週楽しみにしております。あの見たことがない方はぜひ有吉の壁見てみてください。もう絶対腹の底から笑える。うん、ぜひ見てくださいね。うん、あとそうですね、産休中にあのブレイブルーダークをソシャゲの方が配信開始いたしまして、やっとですね、皆さんお待たせいたしました。私も楽しみにしていました。もう私もまだまだ毎日、最初から初日から毎日ログインして、もう毎回もう絶対ね、あのデイリーのクエストは全部クリアしてやっておりますよ。キャラクターも育っていますし、まあ、こちらの方ね、あの無課金の方でも遊べますので、ぜひぜひまだダークウォー遊んだことないよっていう方は、ブレイブルーダークウォーを
携帯の方にインストールしていただきまして、ぜひ遊んでくださいね。よろしくお願いいたします。ストーリーはね、全く私もどういう展開でどういうオチになるか知らないので、皆さんと一緒にハラハラドキドキ楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムミラーより When Ever I Am。この番組の唯一のコーナー、お話し広場では、近藤に聞きたいことや質問、お悩みなどなどを募集しております。メールの方はですね、 K ステーションの専用のツイッターの DM に送ってください。シークレットに私に直接届きますので、ぜひぜひいろんなことを書いて送ってくださいね。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんの近況などもお聞かせください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。